こんにちは。人生100年時代後半を農業で稼いでいる品川です。今年もおかげさまで稼ぎました。お買い上げいただいた方々ありがとうございました。さて、そんな収穫も終わった本日は10月の3日です。非常に悲しいお知らせをしなければいけません。私どもの農園は220のポットがあるんですけれども、138ポットが壊滅的な状況になってしまいました。お見せいたしましょう。ご覧ください。ひどいですよね。もうバリバリで下の落ち葉を踏んでる音がもう虚しいです。こんな感じで、ここなんかもう葉っぱがもうほとんど落っこっちゃってますよね。ボロボロです。もう壊滅ですね。こんな感じ。ここは少しちょっと緑あるけど、まあ9割方枯れてますよ。本当に。これ緑に見えますけど、もうあと数日で茶色に全部なりますね。もうひどい話です。ボロボロです。当園はルートラップポットの正規販売店です。栽培指導も行っております。枯れてない長野パープルはこれです。で、反対側がシャインマスカットです。枯れてないシャインマスカットはこういう感じですね。まあこれが普通です。まあところが目いっぱい枯れてしまったわけです。非常に残念です。なぜこうなってしまったのか。一言で言えば灌水設備の故障です。もう本当に悲しいです。丸一日水が止まっていました。ブドウを作っている時期でしたら、まあ、作業しておりますのでこんなになるまで気づかないっていうことが、まあ、まずないわけなんですよ。ところがもう今は収穫も終わって、もう水も少ない、肥料なんか本当に微々たるものしかあげてないので、毎日1回2日に1遍ぐらいの見回りでいいかなというような風に構えていたんですね。そしたらですね、丸一日気づかないでこのようになってしまいました。根域制限は、まあ、あくまで当園の状態ではありますけど、3、4時間水が止まったら枯れてきます。丸一日経つとこういう風になってきます。なぜじゃあ壊れたのか。私どもでは灌水のコンピューターの自作を今年試みました。なぜならうちの水のやり方、肥料のやり方というのはかなり複雑なので、それを自動化するためのやつをやるにはやはり自分のところで作るのが一番いいだろうという結論に達して作り始めたわけです。まあまあ順調動いてました。途中多少トラブルありましたけれども、ちゃんと動いてたんですよ。それでもう収穫も終わったから、あーよかった、ワンシーズン無事に済んだと思ってのんきに構えてたらこれです。今まではこれ使ってたんですよ。これはですね、灌水のコンピューターの部分がなかなか優れていて、うちの希望通りの水の出し方や肥料の与え方というのがやりやすい機種だったんですね。当園では人生の後半を農業で稼ぐためのオンラインサロンを行っております。よくトラブル起きたんですけれども、これを使ってました。で、これは突然電池が止まってしまったり、つまり動かない、弁が開かないっていうことが起きることがあるんですね。で、このコンピューター自身がなんかトラブルで動かなくなったりとか、そんなこともあります。もちろん電池のメーターはついてるんですけど、電池満タン、昔風で言うとバリサンだったんですね。バリサンでも突然あれと思ったら電池が切れるってことが起こるんですよ、この機械は。それで正直これにもうこれをずっと使うのはもう無理だなということで、今年
自分のところで作ろうと。まともにオーダーとかで作ると300万とか200万とか平気で寄ってくるんですよ。で、知り合いのエンジニア等でチーム組んで始めました。もうそれこそ部品代なんか数万円です。はい。換水コンピューター部分は。で、あとプログラムやって、検証やって、検証は僕が実地でやりますので確かです。で、それでやってみて、という形でだんだんこう性能もアップグレードしながらやってきたんですけれども、最後の最後にこうなっちゃったんですね。で、こうなってしまったらどうなるかっていうことですけど、まあ当然葉っぱが今の10月の3日で枯れてしまってるので、これからだいたいあと2ヶ月葉っぱが残って、来年のための養分蓄積の時期なんですね。で、来年のための養分の蓄積はまあもうほぼできんという状態になります。露地栽培の場合でしたら、今の状態で栄養蓄積ができなくなったら、来年はすごい大変ですよね。はい。もう本当大変でしょう。でもここは根域制限やってます。私が農園主です。このようなトラブルは過去何回も起きました。はい。で、そのためにこのように初期の段階、初期というのは養分蓄積の期間の初期の段階ということですね。葉っぱが落ちてしまっても対処する方法を身につけております。まあもちろん、この葉っぱが枯れることなく、そのまんま養分蓄積したものにはかなわないですけれども、限りなくそれに近い状態で来年度のブドウ栽培をすることができます。それをやる自信があります。過去5年間、私ども5年前からやってるんですね。で、5年間の間にいろいろとトラブルがありましたので、その間にいろいろなトラブル対処の方法を身につけました。それで来年はバッチリと、なるべく普通に、完全に普通にはならないかもしれませんけど、なるべく普通に来年も栽培していきたいと思っています。ぜひチャンネル登録、ベルマークを押していただいて、新しい動画をチェックしてみてください。対処方法がおいおい出てくるかもしれません。本日も動画を見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。